はいどうも皆さんこんにちは。私は料理研究家のおーちゃんと言います。またの名を生物観察の鬼。このお皿の上に乗っているもの、これはねホタルイカですね。ホタルイカという小型のイカです。普段このホタルイカ深海に生息してるんですけども、富山湾では春になるとホタルイカが産卵のためにね岸近くまで押し寄せてくるんですよね。そんで産卵のために寄ってきたホタルイカを浜から救うことができるんですね。富山はねホタルイカが岸から救えるんですよ。もう浜にねジャブジャブジャブって入ってって、それで網でブワーってね取れるんですけれども、これね私が取ってきたものです。私自らの手で、料理研究家のおーちゃん自らが富山に出向いて自らね網で採取してきたホタルイカです。もちろん天然物ですよ。天然のほんまもんの富山県産ホタルイカ。やっぱね、ホタルイカ言ったら富山県産ですよ。富山県産の、春の富山県産のホタルイカが一番美味しいです。で、今ぐらいの時期になりますと、もうホタルイカもね、だんだん大きくなってるんですよ。大きいのが来るんですよ。ホタルイカってね、だいたい2月から6月ぐらいの間に取れるんですけれども、もう4月ぐらいになってくるとね、ホタルイカがでっかいんですよね。わかります？これ。ほら、もうブリブリなんですよ。ブリブリ。3月に取れるやつよりもねちょっと一回りぐらい大きくなってるんですね。ブリッブリのホタルイカですよ。これがねめちゃくちゃ美味しいんですよね。これねただ茹でてボイルしてからし酢味噌つけるだけでも十分に美味しいんですけれども、やっぱそればっかりじゃ芸がないんでね、今回はちょっといつもやらないような調理方法をやってみようと思いましてね。ホタルイカはもうこの物が美味しいんで、ぶっちゃけね、どう調理してもそれなりに美味しく食べられると思います。ですから安心していろんな調理法を試すことができますよね。美味しい食材こそね、いろんな可能性を秘めてますから、いろんな調理方法を試さないといけないんですよ。わかりますか？これ。全国の主婦の皆さん。わかりますかね？これ私が言ってること。料理ね、皆さんも毎日されてると思うんですけれども。研究大事ですよ、本当に。私みたいなプロじゃなくてもね。日常の家事である料理であってもです。やっぱ研究ね、楽しいですよ。やっぱどういう風にね、食材を処理したら美味しくなるのかとか、どういう風に調理したら美味しく食べられるのかとか、ね、そういうの考えるんですよね。はい、というわけでね、今回はどうするかと言いますと、このホタルイカちゃんたちを、高温の油で素揚げにします。ホタルイカの天ぷらっていうのはあって、天ぷらはね、美味しいんですけど、天ぷらってあれ衣で防護されてるじゃないですか。そうじゃなくて、これを、このホタルイカをそのまま油に落としてしまいます。ダイレクトで油で揚げちゃう。そうすると、ホタルイカに油が絡まってね、多分、油分がプラスされて、その分ね、その油の旨味っていうのが足されると思うんですよ。多分めちゃくちゃうまいと思いますので、早速今から油加熱しますね。それでは行きますよ。ファイヤー！そろそろいっかな。あー、ちゃ。だいぶ熱くなってきてますね。ちょっと不穏な音してるけど大丈夫かな。じゃあホタルイカ落としますよ。イカちゃんごめんね。さよなら。さよなら。せいね。ちょっと爆発するか。爆発するか。大丈夫か。あ、爆発せえへん意外と。あーね、白くなって。ちゃー爆発して。ちゃー爆発して。ちゃー爆発して。危ない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 
姿を晒すわけにはいかない。ちょ、こういう場合知恵絞るんですよね。で、知恵絞りました。これ竹串に刺したんですよ。それで爆発してくる前に揚げちゃうんですね。さあ行け、さあ行け。これで爆発する前に、ほら危ない危ない危ない、ほらね、
爆発する前に揚げちゃうんです。これを何回か繰り返したら中の火が通りますよね。危ない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 、怖い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 、爆発するんだ、危ない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 、非常に危険ですねこれ、怖いな。どうですかこれ、うまい、うまいやり方でしょ。大爆発する前に引き上げちゃえば、大爆発する前に引き上げちゃえばそんなに油跳ねなくて済むわけ。賢いでしょ、さすがオーチャーさん。これやっぱね、頭使わないとダメですよ皆さん。頭使うんですよね。よしよし、もういいかな、もういいもういい、こんなんすぐ火通るから、これぐらいでいい。1匹ずつやるのめんどくさいんで3匹まとめて串刺ししました。よし、これでいけるか。うわ、危ない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 。ホタルイカ素揚げにしたらいかんわ。今回意地でね、揚げ通しましたけども、皆さんはね、ホタルイカ素揚げしない方がいいですよ。水分が多いんで、中の水分がね、沸騰して破裂しちゃうんですよね。水分多いやつを素揚げにするとね、爆発しちゃうんですよ。もう大爆発でしたよね、今回。もう過去最大級の爆発でね、めっちゃ油飛び散りまくって、キッチン汚いです、正直。後で掃除しないといけない。とんでもない。もう、皆さんね、お子ちゃまの皆さん、ホタルイカは、油で揚げちゃダメですよ。ホタルイカ素揚げにしちゃうとキッチン油まみれになってパパとママにめっちゃ怒られますんで、皆さん気をつけてください。もう一人暮らしでよかったわマジで、いやマジで一人暮らしでよかった。こんなん同居におったらさ、マジでブチギレられるで、あんた何やっとんのみたいな感じで、ね、とんでもない本当に。よしよし、じゃあ最後の仕上げ、ドイツオンガーエンアルペンザルツ、ね、もう大爆発しちゃいましたけれども、でも美味しそうじゃないですか。これで塩味つけて、ね、もうほらこれ見てください、こんなんですよ。だいぶ縮んでますね。中の水分が抜けてね、縮んでしまったんでしょうね。じゃあ、いただきまーす。あ、うまい。あ、これ結構うまいよ。美味しいですよ。これ表面の油がね、中の綿の旨味と絡みついてね、もう絶妙ですね。やっぱ、ね、このホタルイカで綿が美味しいんですよ。富山県産はね。しかも取ってすぐのやつをこれね冷凍してるんで、めちゃくちゃ美味しいですよ。取れたてを冷凍してるんで、とんでもないうまさ。2匹目、うまっ、うわ、揚げるのは結構危険でしたけども、でもお味はなかなかですね。あ、見てください、これ綿が中で破裂してね、こうはみ出てきてますね。ポーンって、北斗神拳食らったみたいになってますね。うわーだーみたいな感じでね、うわー、うわ、いただきます。うわ、お、すごい、これ綿が濃厚。いや、ちょっとこれお酒欲しいな。お酒欲しいけど、ちょっとまだ今日車運転する用がありますので、お酒は控えましょう。飲酒運転犯罪ですからね皆さん、飲酒運転はダメですよ。いやでもこれね、ビールが欲しくなりますね。ホタルイカの旨味と塩味と、あとサラダ油のね油分、これが合わさってね、もう本当にお酒のつまみみたいになってます。これいいおつまみになるわ、ホタルイカの素揚げ。油さえ跳ねんかったらいいおつまみよ。おぉ、もうね、美味しいとかじゃないの、気持ちいい、お口の中の気持ちいい。これ綿ですね。うん、あ、綿気持ちいい、うまい。いや皆さん、ホタルイカの素揚げいいですよ、これおつまみに合う。揚げるのが怖すぎるな。ちょっともうやりたくない、あれ。怖いもん。怖い怖い。無理無理無理。いやでもね、あの恐怖に打ち勝ったご褒美ですよね、これ。めちゃくちゃうまいわ。もうホタルイカって時点でうまいのにさ、それに油と塩味が加わっちゃってもう最高よ。うわぁ、うわぁ、うぅ、生きててよかった。本当にもう生きとってよかったわ。これがね、私の生きがいですよ。私毎年ね、春ホタルイカ取って食べるのを楽しみに生きてるんですよ、あと残りの期間ね。いや、これホタルイカね、自分で取って皆さんも食べてみるといいですよ。あ、素揚げはおすすめしませんよ。本当油跳ねまくって、あれ、やけどの危険性ありますからね。あの跳ねた油がかかったらやけどするかもしれないんで、皆さん絶対真似しないでほしいんですけども、茹ではいいですか、塩茹でがいいですよ普通に。お水にね、ちょっと塩一つまみ二つまみ入れて、
それでボイルするんですよ。それにからし酢味噌つけて食ったらもうね本当に美味しいんで、自分で取ったホタルイカ調理して食べてみてください。本当あれをね食べたことない人は人生2割損してますからね。うまかったわ、最高よ、ホタルイカの素揚げ。でももう危険やからな、ちょっとやりたくないけどもまた食べたいんですよ。あの揚げる作業はもうやりたくないんですよ。でもね素揚げはもう一回食べたい。いやちょっとこれは難しいっすね。本当に美味しいんですけれども、でもね揚げるのが怖いのよ。わかるかなこの気持ち、ね、大爆発しとったでしょ、怖いのよ。でもあの恐怖に打ち勝ったらまたこの味が味わえると思うとね、またやってみたい気持ちもあるんですよね。いやこれが乙女心ってやつですかね皆さん、ね、乙女心ですよこれが。いややばいわ、ちょっと乙女になっちゃうわマジで。まだホタルイカいっぱいあるんで冷凍庫にね冷凍保存してますので、いろんな調理法をこれからも試してみようと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。